この作品はですね、エレクトリシティというタイトルで、これ一番今回の作品の中では組み立てるのに時間がかかった作品ですね。だいたいこう1日がかりぐらいで作りました。ここにあるビル群は全体的にこうデスクワークとかですね、ビジネスで使われるような道具だったりを使って作っております。東京の街並みとかを想像すると、高いところにね、地下鉄の駅みたいなのもあったりするので、そういうのを表現して作ったりとかですね、縦に並べるとコンセントがビルになっているんですけど、今度は横にすることで今度電車にもなったりしてですね、同じモチーフなんですけど使い方が違うっていうのもこう楽しむのがいいかなと思いますかね。こうちょうどレイアウトとしては十字に交差点が来るようになってて、ここが正面というよりはまあいろんな角度から見ても楽しめるようにはなってますね。でやっぱりこう大きい作品なので、真ん中に360度のカメラを入れた映像をこう撮って、自分がミニチュアの視点になったみたいなね、そういうのを楽しめるような映像もここに置いて作りましたね。